本日午前10時58分15秒、2体に分離した目標光の攻撃を受けた初号機は駿河湾沖合2キロの海上に水没。同20秒、2号機は目標オツの攻撃により活動停止。この状況に対する E 計画責任者のコメント。うざまな